実は今日ここに来るまでの間に複数のメディアから取材を受けてました。山谷絵理子さんの問題です。で、山谷絵理子さんが在特会のいわば元支部長と一緒に写真を撮ったり、あるいは最近は安倍さんも撮ってたんですね。安倍さんも一緒に写真を撮ったり、これについてどう思いますか。特に海外のメディアからはいわば人種差別主義者と一緒に写真を撮っている、このつながりを安田さんどう見ますかって答え聞かれるわけですね。で、そのたび私もこう答えるようにしています。人種差別主義者とつながっているから問題なんじゃなくて、そもそも山谷さんも安倍さんもそういう人なんでしょうって僕はこういうふうに言います。つまり彼らが、彼女らが在特会とつながりがあるかどうか、あるいは在特会の会員なのか在特会の審判なのか、正直言うとだんだんどうでもよくなってきたところです。つまり政治家の側が、もっと言えば自民党が、あるいは自民党に近い層がもはや在特会化しているということ、僕はこのことをしっかり自覚しないと今の政治家と言えないと思います。ヘイトスピーチという言葉が今日何度か出ました。そしてヘイトスピーチという言葉は今流行語のように、何か流行り言葉であるかのように流通してますけれども、2012年までどこの新聞も雑誌もテレビも使ってないんですよ。これ新聞なんか検索してみれば分かりますけども、ヘイトスピーチという言葉自体が用いられた形跡ないんです。これとても新しい言葉なんですね。そしてその言葉が今一人歩きして、ヘイトスピーチとは何なのか、ヘイトスピーチというのは一体この問題はどこにあることなのか、少しも議論されるままにヘイトスピーチはいけないんだ、ヘイトスピーチという言葉を使うこと自体が問題だであるかのような議論もされているわけです。だから高市さんのようにね、ヘイトスピーチを取り締まるための法律を作る PT の中で、なぜか金曜官邸前のデモにのことまで持ち出して、それも一緒に取り締まろうみたいな議論に発展していくわけです。こんなおかしな話じゃないわけで、ヘイトスピーチというのはもちろん皆さんいろんな定義を持ってらっしゃるし、これまだまだ議論されることはあるでしょうけれども、どんなに自分が努力しても変更不可能な属性だって、人種とか国籍とか性別とかそうしたものに関わること、やっぱ公言不可能なものに対してこの憎悪と差別を扇動し、社会的な力関係を持って攻撃することなわけですよね。それを全てですね、何か全ての罵倒がヘイトスピーチであるかのような議論までされてしまっている。そして政治家がそのことを理解せずして今どうしたらいいのかということを、考えている。このこと自体を僕らもやはりきちんと議論を詰めた上で、政治と向き合わなくちゃいけないんじゃないかなと思っています。で、私はですね、先ほど有田さんがジュネーブの話しました。大体成田と羽田を間違えて今時あるかよと思いながら話していただいた。だからさも普遍的によく間違える人がいるんですよと、いねえよと思いながら聞いた。で、その僕はですね、ジュネーブでいつ有田さん来るのかなと思いながら、ぼーっとレマンコのほとりでですね、待ってたわけですね。で、有田さんいらっしゃって、で、有田さん素晴らしい演説をしたわけです。ご自身でおっしゃいませんけども、今、この時、この瞬間、日本社会で何が進行しているのかということを有田さんは各国委員の前で話をしたわけです。そして同時に、今日本で行われている風景、つまりヘイトスピーチの現場を映像として流したんですね。これ多くの委員が絶句したんです。何に絶句したのか、その言葉のトゲトゲしさ、あるいはその風景の非常に醜悪さだけではなくて、いわばこの環境からもたらされるものは何なのかということをやっぱり委員は把握したわけです。これヘイトスピーチの本質なんです。ヘイトスピーチがもたらす最大の効果は何なのか。沈黙させることですよ。よくヘイトスピーチをいわば、法整備することによって何とかなくそうという動きに対して、まあ、それ表現の自由を奪うことだろうといった議論があるわけです。僕は表現者として表現の自由というのは誰よりも大事にしたいと、そういう気持ちが強いんです。でも表現の自由を言うのであれば、今この瞬間表現の自由を奪われているのは誰なのかということです。沈黙を強いられているのは誰なのか、言葉を奪われているのは誰なのか、マイノリティですよ。メディアの一部は、あるいは、少なくない人々が表現の自由を守るためという、認識を持って、それで、ヘイトスピーチの包括的なですね、取締り法案、あるいはそのヘイトスピーチを考えるためのいわば理念法みたいなものに反対しているわけですね。これ単なる表現規制だと、表現規制であるとか表現の自由だとか、そうした言葉を持ち出すことに僕は一向に構わないと思うんだけども、そのために今本当に表現を必要としている人、そして沈黙を強いられている人、言葉を奪われている人の立場は一体どうなるのか、我慢すればいいのかって話ですよ。在特会のために我慢しなくちゃいけないのか、在特会の発言を優先するために自分たちの表現が奪われても構わない、そう考えなくちゃいけないのか、僕はそこもしっかり考えなくちゃいけないと思っているわけです。僕はいつも思い出す風景があるわけです。
先ほどお話が出ました14歳の少女が西日本最大の在日コリアン集中地域である鶴橋でもって南京大虐殺ではなくて鶴橋大虐殺を行いますよ、朝鮮人はこの国から出てけと大声で叫んだんです。その現場で実は僕もそばにいて見てたんですね。でその時に僕はずっと在特会が主催するデモを取材しながら鶴橋の駅前に立ってたわけですけども、ひどかったんです。あの時のデモというのは朝鮮人を死ね殺せ出てけだけではなくて、息をするな、二足歩行をするな、朝鮮人の女はレイプしても構わない、そうしたことがポン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 飛び交ってるわけです。今もあまり変わりませんけどね。そしてそうした中において、じゃあ地元住民はどうしてたのか、その西日本最大の在日コリアン集中地域でそこに住んでる人たちはどうしてたのか、多くの人沈黙してるんですよ。耳塞いでるんです。黙って通り過ぎるのを待ってるんです。そしてその光景を私たち日本社会許容してるわけです。許してるんです。認めてるんです。私たちがこうしたデモを許してるんです。認めてしまう社会を作り出してるわけです。果たしてこのままでいいのかということ、その沈黙の意味するものは何なのか、そこにいる人々は言葉を奪われてるんです。表現を奪われてるんです。沈黙を強いられてるだけなんです。今それは鶴橋だけじゃない、東京の新大久保でもそうでした。いや新大久保のデモは終わった、そうだけじゃない、今全国各地では毎週末のようにデモが行われてるわけです。今週の火曜日9月23日も東京六本木で大規模なデモがありました。200人規模の在特会のデモが六本木練り歩いてるわけです。さまざまな外国人が歩いてるその横でもって日韓断交を訴えた、日韓断交自体は僕政治主張の一つだと思いますが、何叫んでもいいと思いますけども、しかしその矛先は在日コリアに向けられてるわけです。朝鮮人は死ねって言葉も出てるわけです。出てけ、追い出せって言葉がそこで飛び交ってるわけです。そしてその近隣に住んでいる外国人はマイノリティは声を上げることができないわけです。黙っているしかないんですよ。その黙っている状況を作り出してしまっているこの社会のあり方ということを僕はやはりきちんと見つめ直さなきゃいけないと思っています。沈黙を強いられているのはマイノリティだけじゃありません。今この問題に言及するだけでさまざまな批判が押し寄せられるわけです。在特会に対して例えばネットの書き込み、これはヘイトスピーチである、そしてこれにいかに傷つけられたのかということを訴えた僕の知り合いの知人の女性が今度は裁判を起こしました。在特会を被告として、いわばヘイトスピーチを受けたとされる人の初めての裁判なんですね。しかしこれは在日コリアンのライターなんですけども、裁判を起こした直後から彼女のもとには凄まじい数の批判非難中傷が押し寄せてくるわけです。日本に対して迷惑をかけるな、早く日本から出ていく、そうした言葉が連日100通以上彼女のところに届いてるわけですよ。言っておきますけど、僕も有田さんも毎日そんなメールもらってます。あるいはネット上で安田死ねとか殺せとか散々言われてるわけです。はっきり言います、僕も有田さんも何とも思ってません。そんなのはだって日本人だから、日本国籍持った日本人なんで、朝鮮人と言われても痛くも軽くも何ともないわけですよ。お前国帰れって言われたら田舎帰るだけの話ですから、ね、ところがその言葉が直接胸に突き刺さり、そして沈黙を強いてしまうような、これがヘイトスピーチなんです。そうした思いをしている人がたくさんいるわけですよ。私たちは社会の中でそれを放置していいのか、容認していいのかってことなんです。沈黙を促すのは先ほど言いましたマイノリティだけじゃありません。例えばさっき朝日の話も出ましたけども、朝日新聞で住民慰安婦の問題に取り組んでたある一人の記者はそのことを思って朝日を辞めて勤め始めた大学を追われました。そればかりか家族に脅迫状が届いてる。で今現在勤めてる大学にもさまざまな脅迫が押し寄せてる。売国と国賊、これだけだったらまだいい、学生の命が危ないと称するようなメールまで来てるわけです。これは私たちの社会ですよ。最近国立市、東京都の国立市ではそのヘイトスピーチの法制度法整備を しなさいという要望書を、要望ですね、議会で可決したわけですね。これに対してこれが NHK が報道した直後に国立市議会の事務局には抗議電話殺到してるわけです。あるいは生活保護の受給者、公害病の認定患者、さまざまなところで権利を勝ち取った人、あるいは勝ち取るために努力している人、権利の自分が失われた権利を取り戻すために頑張っている人、そうした人々に今この国では敵を発見したかのような盛
盛り上がりを見せ、そして敵を発見し敵を吊るすという行動が毎回行われている。そうした人々は犠牲になっています。つまり叩きやすい人、叩かれやすい人が常に犠牲となっていると、私たちはそれを容認している。このままでいいんですかって話です。私たちは表現の自由、今日奪われた物を言えの社会、今本当に物を言えないのは誰なのかということ、物を言うことができず沈黙を強いられ、表現を奪われ、そうした人々のために私たちは何をできるのか。何を言われても屈することのない、そして何を言われても傷つくことのない、私たちマイノリティが前面に立って戦うしかないと思っています。私たちにできるのはそれだけです。私たちはもう奪われるものは何もないわけ、叩かれても痛くないから。だったら痛みを感じない人間が一歩前に出て、そして今表現奪われ、言葉を奪われ、沈黙を強いられている人のために戦うべきだと僕はそう思っています。どうもありがとうございました。ありがとうございました。